一体どうすればいいんだ。はあ、瀬野先輩がいてくれたら。何かあったのか。あ、ご心配ありがとうございます。お二人は。なるほど、では先輩のお友達ですね。別に秘密というわけではありませんので、私の名はナビル、教練員のマハマトラです。最近缶詰知識の密輸事件が起きているというのに、マハマトラは人手不足で。え、マハマトラって人手不足なのか。ええ、肝心の大マハマトラの瀬野先輩はこのところどこにいらっしゃるのかも内輪で相談したところ、この密輸事件の深刻さを考慮し、お二人とももしお時間があるようでしたら。いいぜ、そこまで言われちゃな。最近市場では出所不明の缶詰知識が急増しています。その裏には一部の学者の研究によれば、缶詰知識を大量に使用することは深刻な結果を招く、また危険な缶詰知識がすでに市場に出回っているという噂もあります。噂の真偽に関わる現在の調べによると、スメールシティの外で缶詰知識を売っている者たちがいるようです。わかった、早速出発しようぜ。お前らか。道理で馴染みのある気配を感じた。今調査中だから話はまた今度な。ああ、ここ最近缶詰知識の密輸事件が起きているんだが、内情は複雑で危険らしい。奇遇だな、オイラたちもその件で調査しに来たんだぞ。状況はお前たちが思っている以上に面倒かもしれない。すでに何人話せば長くなるんだが、缶詰知識を密かに売ってる場所に関するなんだか複雑そうだけど、さ、行こうぜ。これで全部か。前回よりもだいぶ数が減ったな。そんなことはどうでもいい。買うのか買わないのか。早っ。最近は取り調べが厳しいから在庫があまりないのさ。もし気に入ったものがあるんなら。教練員の奴らは一体何を考えてるんだろうな。いい物はないみたいだな。普通の知識ばっかりだ。まい、勘定してくれ。15万ボラだ。金を先にもらうぞ。いや、その必要はない。だが人と貨物は残してもらおう。お前はセノ、くそ、しつこい集め。おい、ブツを捨てて別れて逃げよう。モラも忘れるな。じゃじゃーん、パイモン登場。仲間、どういうことだ。仲間はいないんじゃなかったのか。まいったな、どっちも手強そうだ。俺らの負けだ。こんな少ない利益に命を懸ける必要なんかない。え、あっさり降参したぞ。前に捕まえた奴らも同じような態度だった。奴らはただの下っ端販売。さて、お前らに聞きたいことは一つだけだ。仕入れる場所は特に決まってないんだ。上の奴らから一方的に連絡が入るだけで。次送ってくるのはいつ。知らんな。本当に知らん。3日前に物を受け取る予定だったが、荷物の影すらないときた。今手元にあるのは8日前にもらった缶詰知識さ。それももう残り少ないがな。3日前から貨物をもらえなくなったのは、俺がちょうどこの件を調べ始めたからだろう。おそらく上はそれを知って連絡を絶ったんだ。先ほど逃げようとしたとき、俺に仲間がいないと言ったな。商売を始めた初日に上からあんたの情報をもらったのさ。ま、結局捕まったが。とにかくそういうことだ。相手は俺の。外に泳がせているのはただの下っ端。いくら捕まっても問題は解決。もし他のルートがあればいいんだが。
例え、うん、あ、それってドリー心当たりがあるのか。合わせてくれ。代わりに審判してやろう。審判？それほどの危険人物、当然野放しにするわ。セノとドリーを合わせない方がいいみたいだな。そうか。この二人のことを何とか片付けて、また情報収集しに行こう。何か新しい情報があればキャラバン宿駅で俺を探す。それとお前、二度と缶詰知識を買うんじゃない。まだ使ってない缶詰。わかってる。おい、その態度はなんだ。何か。缶詰知識の売買はお互いの合意のもとで行われている。それをこんな便利で都合のいいものを教令員が禁止しようとするのは、独占したいからってだけだろ。缶詰知識の潜在的な危険についてはすでに教令員から公表があったはずだ。だがこれだけ覚えておけ。お前のこの行為は、次また同じようなことがあれば個人名義で審判してやろう。じゃあな、旅人。ただの脅しに決まった。とりあえずドリーに聞きに行こうぜ。いつもは確かアルカサルザライパレスにいるよな。そんなことがあったんですの。売られなくてよかったですわ。身の隠し場所に頭を悩ませるところでしたの。そう、私も缶詰知識の商売を最近やめましたもの。え、やめたのか。ええ、近頃缶詰知識がたくさん湧き出てしまって、もういい価格では売れませんの。連中は市場をほぼ独占していますが、人様からおこぼれをいただくのはごめんですわ。稼ぐと決めたら大金を稼ぐのが私のやり方ですの。おまけに最近は取り調べも厳しくなりましたし、思い切って足を洗うことにしたんですわ。どうやら無駄足になっちゃったな。まあ無駄足とまでは言えませんわよ。黒幕が誰かは存じ上げませんけれど、秘密を守ってくれたお礼に少しだけ情報をあげましょう。何しろ私もあの意地汚い連中が少々痛い目に遭ってくれるのを期待していますの。そして早く市場を引き継ぎ、早くこの業界を浄化しませんと。おいおい、明らかに自分のためだろう。缶詰知識の価値を侮ってはなりません。学ぶのに必要な条件は少なく、様々な知識がいとも簡単に手に入る。このような商品を高く売れるのは当たり前のことですわ。誰もが必要としているわけではなくとも、スメール全体となると需要は決して低くないはずですの。それに生産コストも。だったらなんで教練員は缶詰知識の販売を禁止するんだ。複雑な知識が簡単に身につき、頭を動かさずとも知者になれる。けれどこの世に代価も払わず、メリット学習、思考、実践、知識を得るというのはもともと複雑なこと。私が物を売るように事前。けれど缶詰知識は全てのステップをスキップし、知識を直接頭に押し込んでしまいますの。まずあなたはその知識に絶大な信頼を寄せ、忘れたくても忘れられなくなってしまう。つまり間違っていたとしても修正する方法がほとんどありませんの。次に長きにわたって過量の知識を吸収すれば、思考能力は低下し、やがて知識を保存することしかできない生きた図書館になり果ててしまいますわ。え、そんな危ないものなのかよ。確かお前も缶詰知識を使ったよな。もちろん少し使うくらいなら問題ありませんわ。だから前にも売りましたの。薬で病気を治すのと同じように、過剰摂取は毒となりうる。あらあら、話がそれてしまいましたわね。
とにかくあの連中は後先も考えず缶詰知識を売っていますわ。さらに悪いことに、市場に出回っている缶詰知識だけに目を向けていると、私が知る限り連中の真の目的は缶詰知識を利用して起源の庭に関する情報を。起源の庭？伝説によると起源の庭はキングデシェルト時代の遺跡で、中の宝物を手にすれば、つい聞いた話では先日砂漠で珍しい缶詰知識を売るオークションが開かれ、この情報を聞いて初めて市場にあふれている缶詰知識は目くらましに過ぎず、彼らの本当のターゲットはやはり起源の庭だったのだと推測できましたの。起源の庭の研究は決して容易なことではありませんわ。あらゆる基礎的な知識が必要ですの。オークションを開いたのはまあおそらく民間から興味のある、それに必ず起源の庭を見つけられるとは誰にも保証ができません。ならばオークション、だったら砂漠のオークションに行ってみないか。それがいいですわ。さてそんなお二人に、そろそろうちの砂漠特別旅行パック過去限定版をご紹介しますわ。中にはなんとオークションの位置をマークした地図も入っていますのよ。あらららら、先ほど言いましたでしょ、物を売るには事前準備が不可欠ってことを。決まり、各旅行パックはたったの50万もら、なんて割のいい取引でしょう。バイモンの旅行パックはさらに 50% オフで、今なら25万もらでお求めいただけますわよ。高大丈夫ですわ。密輸の件を調べているのはセノでしょ、彼につけておきますわ。すべてが終わったら紹介でモラを払えばいいと彼に伝えてくださいまし。あ、直接私のところには来ないでくださいましね、バレてしまいますから。かつての教練員の大マハマトラとしてさすがに払わないなんてことはないでしょう。キラ、早く行こうぜ。セノ、情報を手に入れたぞ。やつ、あいつら砂漠でオークションを開催して。起源の庭、情報源は聞かないが信頼できるのか。起源の庭にはキングデシェルト時代から残された。半分はな。あれはキングデシェルト時代、ある怪しげな教派によって建てられ、これまでの研究資料によれば、起源の庭に入るには対価として命を支払う必要。もし黒幕が缶詰知識を利用すれば、確かに研究資料を移動させたり研究者を増やしたりできるだろう。年々減ってはいるが、教練員や民間にはまだ存在する。何しろ起源の庭の宝物を手に入れれば、多くの人にとって生と死は最大の無念となる。現実離れした噂と知りつつ、だから起源の庭に関する研究はいくら禁止しても後を絶たない。缶詰、ところでオークションがどこで行われるかは知ってる。よし、それじゃあ行ってみよう。だがその前に、尻尾。ああ、まずはここを離れよう。俺たちが動けば安心しろ。これくらいのこと。お、頼もしいな。待て、砂漠に行くんだろう。忠告しておくが、よく考えてから行った方がいい。俺たちが誰であるかは関係ない。重要なのはお前がセノだな。今回の件には複雑な利害関係がある。ところでお前らはこの件とは関係なさそうだが、なぜ自ら災いを。ま、そうだ、見て見ぬふりなんかできる。なるほどな。だがよく考えてみろ。もしここで身を引くなら一歩下がってもいいと雇い主は言った。例えば缶詰知識の商売を減らして、それだけじゃない、利益をお前に分配してもいい。
名声を得られる上、お前の話に乗る理由も思いつかないな。これ以上話しても意味はない。そういうわけにはいかんな。金を受け取った以上、依頼されたからには最善を尽くそう。遊んであげようか。これを食らえ。痛がっちゃいないわ。どの目が出るかしら。降伏しろ。無意味な抵抗。勝てよ。速さについてこれるか。降伏しろ。抵抗。判決からは逃れられない。やるじゃないか。手強いな。審判の時だ。お前ら覚えとけ。セロ、この件に関わり続ければ引くぞ。いや、その必要はない。捕まえたところで何の情報も聞き出せないだろう。すまない。お前らまで危険に巻き込んでしまったな。しばらくは特に気をつけてくれ。いやいや、目はつぶらなきゃ眠れないだろう。そうでもないが、とにかく気をつけた方がいい。傭兵団は失敗すると業界での評判が落ちるから執念深い者が多い。面目を保つため暗闇に紛れて忍び込む機会を待つかもしれない。ああ、記憶に新しい。昔、ある先輩と組んで任務を遂行したんだ。あの時は経験不足で、先輩が代わりに切られ、俺たちはやっとのことで残党を片付けた。そんなことがあったの？手首の軽い骨折が治るまでに2ヶ月かかったが、幸い後遺症はなかった。去年、先輩の名はタージ・ラドカニ。とにかく危ない橋を渡ってることを自覚しろ。安心しろ。オイラは気合を入れて危険を先に察知しておくから。ああ、心配するな。この状況も長くは続かない。ことが終わったら潜在的な危険もいっそ。なんて暑さだ。木陰とか。目標値まではまだまだある。もうちょっと辛抱してくれ。それに暑いに決まってるだろ。あ、もう慣れたかな。何か秘訣でもあるの？できるだけ理性を保ったまま気力を維持するんだ。気が緩むと自分の体の限界を脳に判断させずに一歩ずつ歩みを進めるんだ。なるほどな。でも安全な、だってほら、砂漠が果てしなく続いてるだけで近くに魔物もいないし。うわぁ、サソリだ。どこ？気をつけろ、様子がおかしい。行こう。普通のサソリじゃない。見ろ、ハサミに番号がある。これは飼育されてる証だ。俺たちがオークションに行くことを望まない者がいる。連中はこいつを使って見渡す限りの砂漠、俺たちがやられても知る者はいない。危なすぎだろ。油断してなくてよかったぜ。でも一つ気になることがある。砂漠には動くな。やっぱりか。奴らはこれをお前につけてたんだ。なんだそれ。
妙論派が作った小型トラッカーだよ。装着者のおおよその位置がわかる。装置の量産は許可されてないはずだが、どこで手に入れた？そんなものまであるのか。おそらく傭兵と揉めた時につけられてたんだろう。あの時は混沌としてたからな。無理もないよ。セノが気づいてくれてよかったな。それじゃさっさとそれを捨てちゃおうぜ。いや、もう少しつけたままにしておこう。さて、オークションに行こうか。ここで時間を食いすぎると。急がなくてもいいのよ。おかしいな。ここがオークションの場所で間違いないよな。な、もしかしてちょうど休憩の時間だったか。傭兵を倒した後、俺たちは急いでここまで駆けつけてきた。それでも逃げられてしまうとは。おそらく奴らは、それじゃあどうす、探す。缶詰知識を全て持っていく余裕はなかったはずだ。残った中から。それじゃ気合を入れて探そうぜ。何か分かったか。起源の庭に関する缶詰知識は。だが心配はいらない。もう一つ方法がある。しばらくしたらまたここで合流すればいい。収穫はあるはずだ。慌てて撤退したからか、残っている貨物も多い。このままずっと俺たちが離れたのを確認したら、必ず片付けに来るやつがいるはずだ。だからトラッカーをでき、なるほど。よし、早速出発するから。安心しろ。もし奴らに来る勇気が。急がなくてもいいのよ。これだけ離れればもう大丈夫だろ。まだ歩くのか。おいらもう疲れたぞ。そろそろいい時間じゃないか。セノの方に収穫がある。お前が黒幕なのか。知ってることを吐くんだ。さっき現れた時、俺は先手を打たずしばらく観察していた。こいつは黒幕じゃないが、ある程度重要な商人のはずだ。さすがは瀬野、察しがいいな。利益をむさぼる。君たちが来ると知って、各地の缶詰知識商人はすぐ逃げ出した。全ての貨物を持っていくよい。それらの缶詰知識は元より主なきもの。つまり誰よりも早く持って帰れば。 お前は缶詰知識の製作販売をしている黒幕を知ってるな。自分で言うよ。でもその前に場所を変えてくれないか。ここに残って君たちと接触しているところを誰かに見られたら、俺だけでなく。どこならいい。アール村に俺の家がある。いいだろう。旅人、もうトラッカーを外しても大丈夫だ。おい、小賢しい真似はするなよ。俺を買いかぶりすぎなよ。あのセノの恐ろしい目に睨まれちゃ手の施しようがないさ。なの。この子は俺の娘で、市民というんだ。市民、
パパはお客さんたちと話があるん。わかった。さて、この業界でセノの名を知らない者はいない。オイラはパイモン。正直、単独行動ばかりしているセノにも仲間がいるなんて思っても見なかったよ。だが、たとえ囚われの身でも、俺は君たちを説得。なぜだ。制作、販売、利益の割り振り、各作業には数十人から百人単位の者が関わっている。この苦労して掴んだサプライチェーンを維持するために、誰もが全力を尽くす。それに、もし成功したとしても、君に感謝する人は誰一人いない。それについて文句はない。誰しも自分の子、はあ、パパ、これお茶。ああ、お客さんにお茶を出すのを忘れてたよ。大丈夫、うちのお茶は苦いでしょ。だから。本当にいい子だ。キャンディーはまだあるかい？ないならまた今度買ってあげよう。ありがとうパパ。それじゃ休んでくるね。関わる人は高い利益を得る、そう言ったな。だが実は個人的なお願いがあって、娘は生まれた時から難病に悩まされてきた。心臓や肺が普通の子供より弱くてね。だからあの子には小さな頃から遊び相手がいなかった。一日中部屋にと。俺はもともとはただの一般商人だったんだ。朝早くから夜遅くまであちこちを走り回ったが、稼いだ金では全然。だがある日、ある人が金儲けの道を示してくれたんだ。それが缶詰知識の商売か。そうだ。おかげで俺は大金を手に入れ、やっとあの子の治療を。俺のような者は他にもたくさんいる。缶詰知識の密輸は、こんな話をしたのはただこれをお願いしたかったからだ。調査をやめてくれ。そんな、つまりオイラたちが缶詰知識。それでも俺はあの子の病気を見てくれる人を探すことはできるが、そう言うだろうと思ってた。だが君の言葉をもらっただけで、つい最近仕入れた貨物が置いてある。うわ、こんなにたくさんあるのかよ。これだけの箱が整然と並んでいるとはな。しかもこの数、小さな工房じゃ到底生産できない。まさか本当に強霊院が。なあ、ここら辺の缶詰知識なんだか違うぞ。ああ、おそらくそうだ。待て、これは、これはマハマトラの検閲用の印象だ。トラッカーを見つけた時、教練員の誰かが関わっているのではと疑った。今ようやくはっきりしたよ。この印象がある貨物は二次審査を通さずとも。だから深掘りさせたくなかったんだな。信じられない。なあ、一つ頼んでいいか。これらの缶詰知識は教練員から出たものだ。起源の庭に関する知識は資料室に行って記録を確認すれば黒幕がわかるはずなんだ。だが俺の今の身分では気軽に教練員はいけない。この件、お前に調査を頼めないか。おう、オイラたちに任せろ。俺はこの間を利用してやりたいことがある。黒幕の手がかりはバーハリから他の商人の情報を手に入れられるだろう。こんにちは。またお会いしましたね。調査の進捗はいかがでしょう。ああ、本当にセノ先輩に会えたなんて。手紙を読み終わりました。こんなことになっていたとは。平気平気。先輩があなたたちのことを信頼しているのがわかります。何しろ私ですら
普段は自由に出入りする権利を与えられてないんです。そうです、教令院では学術に関しては比較的縛りが緩く、ですが研究の中にはあまりにも危険でマハマトラが介入して止めなければならないものもあるんです。研究が廃止されれば、しかし後世への警告のために記録は残します。だから今でも一部の資料は、さあ案内しますので行きましょう。秘密の資料室って。はい、かしこまりました。瀬野が紹介してくれたものであれば信頼に値します。起源の庭に関する研究資料、ただ他の研究資料に関してはあまり見ないでおくことをお勧めします。資料室の内部はこんな感じだったのですね。おかげで一緒に見識を広めることができました。教令院には口の固い人が多いです。でも何があっても秘密を守る。今は教令院にいませんが、私は彼を信頼しています。さあ研究資料はあそこです。セノの昔の相棒？ああ、タージ・ラドカニのことですね。あなたたちの勘は…何ですって？タージ先輩の息子さんは、起源の庭の研究で投獄されたんですか？なんでそんなに驚くんだよ。いや、当時は秘密逮捕で、事情は公開されていませんでしたので。タージ先輩のお子さんが逮捕されて投獄され…いえ、それは叶いません。投獄から間もなく、ムルタダは監獄で、タージのことはお耳に入ったんでしょう。特にナビルは、彼はもう50近くになりますかね。まあ一番経験豊富なマハマトラの一人で、それに彼はセノの唯一の相棒でした。セノと同じく槍術に優れていて。ええ、私もセノ先輩から聞いたことがあります。でもある日、あ、もしかして、ムルタダ・ラドカニが生まれた頃、タージはすでに名を馳す。ですからムルタダが教令院で学んでいた時、親子が仲違いしたこともありましたが、最終的には和解しました。しかし残念なことに、タージは自ら彼を拘束し監獄に入れました。その後間もなくムルタダは割れたお椀のかけらで自分の首を切り、その後タージは時々資料室にやってきては、暗い顔でムルタダの研究資料をさすっていました。彼が事務職に転身したのもショックを受けたからでしょうね。まさかそんなことがあったなんて。タージ先輩は誰にも言わずに。うう、なんだかオイラまで悲しくなってきたぞ。待ってください、まさかタージ先輩を疑っているので、それはありえません。タージ先輩は身分も高いですから。機嫌だってタージ先輩ですよ。あの人がルールを、もし缶詰知識が教練員から漏れていたと仮定するならば、ここしばらくで起源の庭に関する研究資料を確認。起源の庭に関する資料の内容は複雑で数が多い。当時7人の学者が、でも缶詰知識にしてしまうなら話は別です。すぐ習得できるし、教練員以外のところでも。だとしても、噂に聞く限り起源の庭の宝物は人の生死を掌握し、死者さえも生き返らせる力を与えてくれる。私自身もタージがこのようなことをするとは思っていません。他に聞きたいことはありますか？なければ。おいら頭がクラクラしてる。あ、そういえば缶詰知識は教令院から出たと。もし本当にそれだけの箱があれば、誰も気づいてないことはないはずです。教令…安心してください、タージ先輩。必ず…よし、それじゃあ情報を集めに行こうぜ。
すみません。最近大量の貨物が強霊院を出どういうことですか。強霊院にはいつも食材に原料、実験装置など毎日多くのものが消費されています。マハマトラが押した印象付きのやつを探してるんだ。その辺はなんとも。普段わざわざ印象がついてるかどうかなんて見ませんし、他の人急がなくてもいいのよ。すみません、最近大量の貨物が強霊、記憶にないな。すみません、最近何かあったんです。いや、異常あるかどうかを確認したい。異常はなさそうですがね。妙論派の学者が最近よく外に物を運び出してるんですよ。何のものかと聞いたら廃棄する機械だって言われましたよ。前から妙論派はよく捨てる機械でも、最近出入りの回数があまりにも多いんですよね。疑わなかったのですか。そういう場合は普通、いや、箱にはマハマトラの通貨の目印がありましたから、もちろん偽造って可能性も疑いましたが、それでどうなったと思います。この貨物はすでに審査済みだから、あの学者を困らせるようなことはするなって。そんなはずありません。きっとどこかが間違っているんです。タージ先輩は決して、いいえ、だってありえません。タージ先輩はずっと真面目にやってきた方なんです。誰か少し待っていてください。タージ先輩と一緒に働いているマハマトラを知っていますので、会わせてもらえるようお願いしてみます。はあ、僕もタージ先輩に連絡がつかないって言って、昨日エルマイト旅団の人が何人か来て、タージ先輩は執務室で彼らを出、そしたら執務室のドアが開いたんです。エルマイト旅団の服に着替え、そのまま先輩は今日も出勤していません。僕も変だなって思ってますよ。エルマイト旅団、そんなはずが。タージ先輩はセノ先輩と並んで私たちマハマトラの心の中の英雄ですよ。そうですね。そんなに落ち込むなよ。きっと真相を突き止めるからな。ここがタージ先輩の家ですか。誰もいないみたいで。どうするんだ。このまま侵入するか。いや、待ってください。鍵が開いてますよ。そういえばまだタージ先輩が犯人だと確定したわけではないんですよね。このまま入るのはあまり良くない気が。そうですね、今調査命令を出したとしても早くて明日からしか適用されない。これは名前がたくさん書いてある紙と地図か。これは確かに先輩と多くの人との取引が記録されています。帳簿から関わっている者は300名以上、身分のある名士だけでも数十人は。瀬野先輩はまだ相手の大きさを知らないでしょう。これほど巨大な組織を相手に一人ではとても太刀打ちできません。そうですね、地図は起源の庭の位置を示しているようです。これを瀬野先輩、もしタージ先輩が、先輩を疑いたくはありませんが、私これを早くセノに見せに行こう。何かわからないか。タージ、そういえば時には過激な手段も取るが、決して己の心に反することはしない。それじゃあセノはあいつが犯人と思う。わからない。ムルタタの剣があいつにどれほどの影響を与えたのか
俺には想像も子供を愛する感情なのか、それとも別の意図があったのか、今の彼はどんな人物なのか、俺っそいずれにせよあいつがこの件に関与し情報があるにもかかだからこそあいつに会うんだ。理由を聞いて審判してやる。さあ先を急ごう。ここが起源の庭なんだよな。本当に宝物はあるのか。緊張してきたぞ。危ないことなんか起きないよな。心配するな。俺がお前たちの安全を守る。やるじゃないか。この身で万象を粛清する。そこ、代価を断つ。久しぶりだな、セノ。最近どうだ？ここに現れたということは、ほぼ調べ終わったということだろう。思ったより早かったな。ああ、調査はほぼ終わった。だが、お前がやったのか？缶詰知識のみ。そうだ、俺がやった。なぜこんなこと？そりゃ何とも答えづらい問題だな。
俺は変わったと思ってくれればいい。俺はお前がそうな…そうか。人は皆最後にはこのざまだと思うがな。若い時は何も思わず、ただひたすら前に進み、心の中の正義のために生きてきた。だが俺も同じだ。以前の俺ならば、自分のしたことを疑うことなど何事にも一生懸命取り組んできたのに、気づけば老後は一人だ。生きることも死ぬこともできない。ムルタダを投獄し、俺を追い詰めたのは俺自身だ。あの子は死ぬま、俺は父親失格だ。だが今、その後悔を取り返し、再会するチャンスが俺の目の前に。それが起源の庭だ。ここには生死を覆すほどの力があり。欲しいものは手に入ったか。ふん。後ろの扉を見ろ。もう少しなんだ、セノ。君はこんな時に来る。もしなんてことがそんなにあるわけがない。宝物なんて言われるが、所詮は噂。そんなに自信があるなら扉を開けてみてもいいだろう。それはダメだ。扉の向こうには危険を感じる。開ければ元相棒として最後の願いも。君もそろそろ察しただろう。情け容赦なくことをさばいても、周りの人々はどんどん離れていくだけさ。俺が最高の例じゃ。そんなことまで考えていない。もし原則を守る道が一つしかないの。これ以上話しても無駄か。まあいい。君の槍術の腕が上がったかどうか、お手並み拝見といこう。この力、降伏しろ。風を知れ、もみ違う。知れ。その力。どうだ、前とは違うだろう。起源の庭に入ったが、これはまだあくまでも一部に過ぎない。まずい、あいつを止めないと。そうはさせない。それはどうだろうか。君も傷を負ってるし、俺を止めるのは決して簡単なことじゃない。そんなことは関係ない。最初に組んだ時、君も同じように前に進もうと必死。あれからだいぶ経つのに、君は相変わらずだ。お前もな。リストと地図を置いていたのはわざとだろう。俺たちがここにたどり着けるように。さっきのだって演技だろ。その格好でリストに書いてあったり。最初は怪しいと思う程度だったが、手合わせで確信した。分別がつかなくなっているなら。え、どういうことだ。最初からその扉を開くつもりなんてなかったんだ。うわあ、でっかい音がした。時間があまりないようだ。手短に話そう。ムルタダが亡くなってから、俺は長い間落ち込んでいた。現実は悪。そんな時、起源の庭を探すために俺の力を求める者が各業界から来た人たちは欲望に駆られ、数えきれないほどのお金をつぎ込んで。道理で起源の庭に関する研究を禁止しても。俺は頑固な石じゃない。当然迷ったよ。ムルタダが戻ってくることを期待。苦悩に苛まれていた時、ふとある考えが浮かんだ。起源の庭、この場所が存在する限り、ムルタダのようにそれを求めたばかりに代償を払う者はこの先何世代も続く。だから流砂の中に永遠に埋めてしまおうと思ったのさ。起源の庭がなくなれば、それに執着する人もいなくなるはずだ。そうだ、信仰が崩れ去ったように見せかけたのは。だがそれで終わりじゃない。その組織を審判する
信頼できるものを探す必要。それに組織の勢力はかなり大きい。教令員の中にも。いや、だから黒幕のふりをして。すまなかった。だが安心したよ。ここはもうすぐ崩壊する。君たち、待て。お前は行かないのか。こいつはもうここを離れられない。生の気配がほとんどない。まるで燃え尽きたろうそくのよ。この計画を考え始めた時から裏切り者として扱われる危険を冒して奴らと手を組み、自分の命と缶詰知識の流通に目をつむったり、起源の庭を研究。それにいつも仕事に追われて、起源の庭を見つけるのはあの子の最大の願いだった。ここで再会すればきっとあいつも俺を咎めないだろう。リストに載ってる奴らについては君。何を言ってる。ムルタダに会ったらよろしく伝えといてくれ。パパ、どうしてみんな僕に厳しいの？一緒にサボってても叱られるのはいつも僕だけ。構わないでよ。父さんの評判を落とすようなことはしないから。分かった。和解しよう。父さん、僕はやっと研究したい方向を見つけたんだ。相談する余地すらないのか。なぜだ。なぜなら俺たちはマハマトラだからだ。起源の庭。タージの言っていた通り、起源の庭は流砂に埋もれるのはあるべき。起源の庭だろうが他のことだろうが、危険な研究を利用して高い利益を得るのが奴らの目的だ。だがそのチャンスは二度と与え。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。だがも残りは俺に任せてくれればいい。自分の手で。それじゃ決まりだな。またお会いしましたね。この度の件は本当にありがとうございます。ノビル、どうしてお前。砂漠から移送されてきた犯罪者たちはまずキャラバン宿駅を通るので、私はここでそれを管理しているんです。それはもう手に汗握る数日間。はじめリストに載っていたいくつかの傭兵団は共倒れ覚悟で様々な襲撃を仕掛けてきて、その後リストに載っていた他の人々も教令員の幹部たち。それでそれで。そこにタージ先輩が犠牲になったという知らせが入り、それをきっかけにマハマトラたちは力を合わせて内部を粛清し、教令員から逃げ出した者もいましたが逮捕される運命を変えられはしませんでした。聞いた話によるとあと少しでフォンテーヌへ逃げ出せたという者までが国境近くで連れ戻された。これで事件は終わったんだろ。みんな捕まえたから大変だったけど、なんだかすごく立派なことをやり。全くおっしゃる通りです。それに謎の者はきっと瀬野先輩ですよね。そういえば最近も瀬野先輩と連絡は取っていらっしゃいますか。知らない人と一緒に歩いていたようですが、あっという間にどこかに行ってしまわれ。分かったぞ。ナビルも悪い奴を逃がさないよ。ええ、ご安心を。また今後も何かあれば。一人で300人以上を裁くなんて神にでもなったつもり。いずれにせよ最適な方法だったとは言えないな。分かってる。だが尋問するときに思っても見なかったことを知った。ムルタダは常に父親の陰に生きていたから、周りを驚かせるような研究をしたくなったのも無理はない。そしてムルタダが亡くなった後、人の心をもてあそび命をないがしろにし。そうだね、僕にもわかるよ。さあ
これは最近開発した植物トラップだ。トラップを土に落とすと急速に成長して麻痺効果のある花粉を撒き散らす。僕は普段滅多に使わない。セナ、ティナリ、ナビルが見たのはティナリだったのか。そうだよ。セノに頼まれて市民って女の子の病気をな、ついでにこいつの怪我の様子も見に来た。体の方は大丈夫だけど、そんな仏頂面をしてないで七星召喚でもやりまくったら。コレイはもともと君をちょっと怖がってるけど、そんな顔してちゃますます話せなくなると思うよ。コレイは最近どうしてる？少し背が伸びたよ。成績はまあまあかな。この間のテストでは事前に大事なところをマーク。体の方は最近だいぶ良くなってきたから散歩させようと思ってる。ちょうどコレイに任せたいこと。え、コレイがアビリアの森を離れる。臨時講座を開いて缶詰知識の危険性をコレイからみんなに。今回の密輸事件の犯人たちは逮捕されたけど一般人だから、コレイにできる限りの普及活動をしてもらいたい。もちろん。それじゃ僕はこれで。何かあったらみんな気軽にアビディアの森に来てくれ。裏でお前らに手を出そうとしていた連中は、たとえ残党がいたとしてもそいつらはお前たちがこの事件に関わって。セノはどうするんだ？まだ俺の休む時じゃない。死者の願いは叶った。ここ数日タージが機嫌の庭で言ったことをよく考えてみたんだ。だが俺はできればもっと緩やかに変化したい。そうすれば俺のことを先輩だと言ってくれるやつも、昔俺が先輩や相棒から勇気をもらったように。心配するな。今こうして話してるだろ。たまにこうやって話せばそれだけで俺も楽。タージに弔意を表するために砂漠に行きたがる者もいるが、機嫌の庭が沈んだ位置を、もしいつか俺たちが乾燥した砂漠にも咲く花を見つけることができたら、機嫌の庭のあった場所に一緒に植えに行こう。そういえば最近妙なこと。とある商人が砂漠の旅行パックのお金を回収しに来たんだが、いきなり125万モラの請求を出してきたんだ。借金した覚えはないし、金額もはるかに市場価格を上回っていたから、お前ら何か心当たりに。いや、おいら知らないぞ。